こんにちは。
マイガーリことない。私は私で管理区をずっと調べてたから。本当に来てくれたんだ。それでこっちの人は？思い出してくれてどうもありがとう。よろしく。へえ、こんなところまで連れてくるってことは、この人はあんたの？違うから。そうなんだ、ちょっと意外。こいつには他にたくさんいるもの。本人の自覚はないけど。ほらね、こういうやつなのよ。なるほど、確かに。それじゃ、これからよろしく、シノン。こちらこそよろしく。別に戻っていないわ。トレジャーハントで何日もこもって連絡を取らないことだってよくあるし、そんなに心配されることなんてない。それもあるかもしれないわね。そんなこと私だってよくわかっているわよ。何だって言うのよ。カルマ回復クエスト。興味がないわけじゃないけど。一緒にやるの？ありがたいけど、そこまでしてもらう理由が。
当にお人よしみたいね。まあいいわ、そのお人よしに免じてちょっと付き合ってあげる。装備って？なるべく戦闘は避けてきたから装備の耐久値には別に問題ないけど、あ、でも武器の強化はしたいかな。この前樹海エリアを回っていた時に強化素材になりそうな鉱石を見つけたのよ。ほら、一つ持ってるんだけど。ええ、そうみたい。今のままの攻撃力だとここの敵相手にはちょっと心細いから、これで武器を強化したいんだ。かけるね。じゃあその鉱石が手に入るところまで案内する。ありがとう。覚悟しなさい。
みんな聞いて驚け！俺はついにやったぜ！これが騒がずにいられますかってんだ！俺はついに念願のあいつを手に入れたんだ！見て驚け。ストレージの、うわあ、あったあった、こいつだ。待ってろよ、今オブジェクト化するからな。おいおい、マジかよ、こいつはフライングバッファロー英語肉 S 級食材じゃねえか。おう、もっと褒めてくれ。え、なになに、 S 級食材って何の話？もしかしてこのお肉が？間違いないみたいね。うっそー、そう言われてみるとなんだか美味しそうに見えてきた。すごく大きいね。何人分くらいあるんだろう。知れません。マジかよ。つうことは本邦初公開ってやつか。俺にもいよいよ運が向いてきたってところだな。いや、運だけじゃねえな、
素早く逃げ回るこいつを倒したこの俺の実力も相当なもんってことだよな。いや、空を飛び回るこいつを倒すことがどれだけ難しかったか。まあ、コツをつかんだ俺にとっては今やそんなに難しいことでもないんだがな。まずこいつの出現ポイントを見極めてだな、身を潜められる場所を探すんだ。そして奴に見つからないようにじーっと待つ。もちろんそう簡単に奴が姿を現してくれるはずもね。そんなことよりこのお肉美味しいのかしら。そんなことってそりゃあんまりだぜシノ。まあいいか。んじゃ噂じゃ絶品って話ね。ということでさ、クライン、このお肉、みんなにご馳走してくれるんだよね。ああ、もちろんだ。ただまあ、さすがに全部ってわけにはいかねえ。売るつもりがないなら、料理方法を考えた方がいいぞ。そうですね。せっかくの S 級食材なんですから、美味しく食べたいですよね。この店でみんなに振る舞うってんなら場所は貸すぜ。あとはそこにいるシェフ次第だ。みんなで食べるならもちろん手伝うわよ。よし、決めた。ケチくさいこと言わないで残さず全部食っちまおう。よっ、太っ腹。当たりめえよ。そうと決まれば手分けして準備に取り掛かりましょうか。ピーナ、まだ食べちゃダメ。ちゃんと料理してからじゃないと。材料は店にあるもので足りるだろう。肉が立派だからな、添え物程度で十分なはずだって。どうしたの？何か足りないものがあるなら買ってくるわよ。すまない。じゃあちょっと行ってきてもらえるか。肉料理に合ううまいドリンクがあるんだ。場所はだな。私も一緒に行っていいかな。なんかお手伝いくらいしておきたいし。じゃあ二人で行こうか。うん。でしたら私とシノンさんはテーブルメイクをしましょう。そうね、ただ食べさせてもらうだけっていうのも良くないわね。キリトはクラインの相手をしてやる。このでかい獲物を持ってきた今日の主役様だからな。おお、そうだよ。なかなか苦労したんだぜ。何時間も現れるのをじっと待っててよ。おい、キリト、聞いてるのか？それであいつが出てきた時に素早く飛び出てバーン！いや、今思い出しても会心だったな。その時ばかりはキリの字にも負けてなかったと思うぜ。
そこで俺はすかさずヤツの背中に飛び乗った。そうして手にした剣でヤツの首をガッとな。振り落とされる可能性もあったが、ここで逃げたら男じゃねえって必死で捕まって。たった今飲み物を買ってきたわよ。どこに置けばいい？そこの小さなテーブルでいい？ああ、それでいい。こっちもちょうど料理が一通り出来上がったところだ。ちぃ、ここからがまた盛り上がるとこなのによ。まあな、どれどれ。おー、どいつもこいつもすごくうまそうだ。さすが俺の英語肉。まずは何よりステーキでしょう。それとシチューも用意してみたわ。あとはローストビーフにたたきだな。せっかくだから肉の味を堪能できるメニューを頼んだんだ。元のお肉の量がすごかったもの。でも人数も多いからお腹いっぱいにはならないかも。うわー、すげー豪華だな。さすが英語肉。はいはい、もう二度と食べられないかもしれない高級食材だものね。ありがたくいただきます。でもクラインは相手を狩るコツをつかんだから、またいつでも手に入れられるんだっけ。ならこのお肉をまた食べる機会があるっていうの、羨ましい限りね。まあな。でもおめえらは次いつ食えるかわからねえだろ。今日のうちに腹いっぱい食っとけよ。俺様はまたいつでも食えるから、今日はお前らが腹いっぱい食えって。どうともよ、いいに決まってるだろ。男に二言はね。ただお前らが腹いっぱいになってもう食えねえって言うなら、その時は俺も食わせてもらうかな。どの料理も美味しそうだな。全部食べてみたいけど、一口ずつ食べるとかダメかな。その方がみんなが楽しめるかもしれないわね。ねえクライン、それでもいいかな。好きにしてもらって構わないぜ。どうせならバイキング形式にしちまえ。やった、それじゃあいただきます。どれも美味しいです。特にこのビーフシチュー、私のお気に入りです。私はやっぱりステーキよね。いかにもお肉って感じの味がしてたまらないわ。私はこの肉のたたきが好みね。タレがまたいい味出してる。そいつとローストビーフのタレにはこの肉から出た肉汁を使ったみたいだぜ。たたきもいいけど、私はローストビーフかな。気が合うじゃねえか。俺もローストビーフだな。肉の味がよく出てる。美味しいですけど、
私はお肉のたたきに一票です。うん、どれも美味しいっていうのは私も同じだな。ただ今回のメニューの中ならシチューが一番かな。お野菜と合わせるとまた美味しくて。私もシチューが一番美味しいと思う。くそ、唾が止まらねえぜ。うるせえ。今回はお前らに腹いっぱい食わせてやるって決めたんだよ。だから腹いっぱい食え。そこまで言うからにはこっちも遠慮しないけど、本当にいいの？おう、遠慮なんて無用だぜ。お肉はいいわ。というかこの味を覚えてる間は他のお肉なんて食べられそうにないわね。ごちそうさまでした。人数多かったからみんなお腹いっぱい食べられるか心配だったけど大丈夫だったみたいだね。だそうだからクレイ、残ってるものを早く食べちゃった方がいいんじゃない？残ってるものっておめえらよ、あんだけあった料理をほとんど食べ尽くすとか。ステーキが一切れだけか。まあよかったじゃねえか。この肉を味わうならそいつに限るぜ。慰めにもなりゃしねえよ。じゃあ俺が食ってもいいか？ダメに決まってんだろ。ったく、しっかり味わわないとな。それじゃ、いただきまあ、食べるのに夢中でピナの分忘れちゃってた。ごめんね、ピナも食べたかったよね。おい、やめろ。そんな切なそうな目で俺を見るな。で、シリカまで残ったのこの一切れだけなんだぞ。俺が取ってきた S 級食材なのに。でも、また取れるんでしょ？コツをつかんだとか言ってたじゃない。ああ、取れるさ。取ってやろうじゃねえか。だから、この肉はくれてやるよ。クラインさん、ありがとうございます。ちょっとクライン、かっこよすぎ。キリトと出会う前だったら好きになってるかも。ねえクライン、手に入ったらいつでも声をかけてね。とびっきりのフルコースをご馳走しちゃうから。ああ、その時はよろしく頼むわ。